そういうような、えっ、ー、と狩猟採集民の社会の中の。農耕に適したところに。局地的に、農民の活動が始まったというのが、その初期農耕民のあり方であります。しかし、この農業という活動は、一旦始めると、大変こう急速にこう発展していくという。性質を持っております。それからしばらく経った農民と。えー、狩猟採集民ですが。 農耕社会が中心となりその周辺にこう狩猟採集社会がいるというように構図が一変しております狩猟採集民が広く活動した中にこう農民が生まれた段階から、えー、農民の社会が中心となり狩猟採集社会が周辺になるというふうな形でこう社会の在り方が180変わっていくということが 今から1万年ほど前の中の非常に短期間で起こったと考えられますこのあの細かな点の部分がその初期の農耕社会でありいわゆる肥沃な三日月死体からトルコにかけたの地帯で世界でも古い農耕社会が成立いたしました